え、トレーナーって職業ですか？ポケモンって。まあ、職業は。みんなあの若い子供学校も行かずになんかポケモンっていう動物を連れてに旅をしてるニートだと思ってたんですけど。じゃあ中学校出てないってことですか？まあそうですね。肉にしておきますか。お前は肉だ。あ、なんか野生の動物に急に攻撃仕掛けていいんですか、この世界。なんかすごい残酷な世界だな。動物愛護団体とかいないですか、この世界に。うわ、220円、こんな子供から泣かせて金も取って、どうだどうだ、どんな気持ちだ。どうも皆様こんにちは、グリードです。27年間一度もポケモンをやったことがない、あとポケモンを1ミリも知らない男が、ポケットモンスターバイオレットをプレイというわけでやっていきたいと思います。今日は、ラッシュゲーミング あのスタッフさんがサポートに待ってくれるので、はい、多分大丈夫だと思うのでやっていきましょう。あ、何、いきなりあなたのイメージを選んでください。キャラメイクですか。はい、左が男の子だよね。うん、なんかみんな子供っすね。あ、名前キャラメイクとか一番得意じゃないんだよな。筋肉にしておきましょう。漢字はいけないですかね。漢字はいけないですね。あー、なるほどね。キャラメイクっすね。本当にめんどくさいな。一番めんどくさいな俺。え、これでも変わってない。あ、これでいいでしょう。決定。こちらの顔で、はい。僕は、ポケモンは、はい、いや、本当に今まで一度もやってないんですよ。はい、一度もやってなくて、アニメも、テレビでちょっと流れてるのを、はい、あ、まあ、横目に見たぐらいで、はい、ポケモンはあれ知ってます。とりあえず、ピカチュウは知ってます。あ、それは王道ですね。ピカチュウは。ピカチュウとタケシは知ってます。学園なんですかこれ。そうです、今回は学園で、ポケットな、ポケモンを、はい、なんですか、育てる学校ってことですか。うん、まあそうです、多分トレーナーとしての学校なんじゃないですか。トレーナーって職業ですか、ポケモンって。まあ職業。お金もらえてるんですかこれ。まあ、チャンピオンのレベルはもらえると思う。ああ、じゃあまさにプロゲーマーみたいなこと。ああ、そういうことですね。あ、じゃあつまりこれはプロゲーマー専門学校ってことですか。つまりそういうことですよね。いや、僕ずっとなんかポケモントレーナーってみんな言うから、はいはいはい、みんな若い子供学校も行かずになんかポケモンっていう動物を連れてに、はいはい、旅をしてるニートだと思ってたんですけど。一応職業なんですね。はい、10歳からなれるんですよ。あ、サトシも一応10歳の定なんですよあれ。10歳から家出たってことですか。はい、10歳から家を出た。じゃあ中学校出てないってことですか。まあそうですね、義務教育やってないってことですよね。この世界では確かそうですね、多分10歳からポケモントレーナーになって、種類を旅に出るっていう。僕だったら出さないけどな、さすがに。じゃあサトシはあんなにこう、はい、ポケットを取る、なんかマスターうんぬんって言ってるのは、はい、こう現代でいうね、10歳で俺はプロゲーマーになるんだって言ってる感じですよね。そうですね、なんか心配になってきますね。結構。あ、これね、オープンワールド、ここも歩き回れるってことですね。そうです、いろんなポケモンがこう、あ、これがじゃあ学校。はい、ここが多分、はいはい、でかいな。これは誰視点なんですか。これはポケモン、今回の、あ、これのタイトル、ね、確かに。ミライドン。じゃあこのソフトが2つあるってことは、はい、もう全然違うんですか。基本的なストーリーは一緒です。あ、一緒なんですね、はい、使えるポケモンが違うっていう、はい、ああ、はいはい、なるほど。うお、すげえ、もう髪染めてもうやんちゃっすね。眉毛とね、まつ毛までしっかり塗ってますからね。あ、でも右、これ以上右に動かせない。これいきなり何すればいいんですかね。これはですね、多分下に行って、毎下に行けばいい。ああ、毎回のなんか決まりっぽいスタートなんですね。はいはい、なんか、どうする、ね、あれ、完全にただのリスでしたよ。いや、ポケモンです。あ、やっぱポケモンなんすか。ポケモンです。勝手に入ってきたリスなんじゃないですか、今の。あ、でもポケモン。いや、いい家だな。金持ちだな。坊ちゃんプロゲーマーか。ムチャーリーってどんな鳴き声なの、これ。ムチャーリーしか言わないよ、こいつ。めちゃくちゃ金持ちだよ。おはよう、筋肉。おはよう。あ、お母さん美人ですね。もう制服着てるんだ。はいはい。あ、今日から学校、なるほどね。必要な大切なものがまだ届いてなかったらしい。筋肉、はい、出ます、筋肉。
土足筋肉さんですけど、あ、校長自ら来るの？いきなり？え、そんなことある？あ、はいはいはい、すごいね。いいのか、こんなこんな金髪小僧入れていいんか。よく入学通ったな。まだ小学校なんですかね。10歳。どうなんですかね。一番大切なのは何ですか。プロテインですかね。プロテインですかね。ポケモン、これポケモンなんじゃないですか。これ連れていかないんですか。まあ多分家で飼ってる。ただのもうリスと一緒っていう。いや、いい家だな。なんすか大切なものって。ポケモンもらえるんや。校長から自らもらえるんや。あんまマジ一個も見たことないですね。なんか多分最初の頃のあの、僕が小学校とかにテレビで流れてたポケモンはなんかうっすらわかるような気がするんですけど、校長の筋肉さんが気になるようです。スマホロトムも全く知らないの出てきた。あ、ポケモン、ポケモン入って、はい、ってスマートフォン、どういうことですか。え、スマホにポケモンが、ポケモン、はい、あのなんか電化製品にこうつくポケモンがロトムで、ああ、ロトムもいろんなフォルムがあるんですよ。電子レンジみたいのもあるし、え、家電にポケモン組み込んでるってことですか。組み込むというよりは自分で入ってる。あ、自分で入ってる。あ、自らなんですね。はい、ポケモンにするみたいな。人間が強制的にこう組み込んでるっていう残酷的なデバイスではないです。そんなことない。まあ自分から言ってるのはまあ仕方ないか。まあ いや、その人間の道具としてこう、はい、なんか生体デバイスじゃないですけど、はい、使っちゃってるかもしれない。ちょっと一番ガッツがありそうな鳴き声気持ち悪いな。ちょっと、いや、なんかギャビギャビしか言わないですね、今んとこ。で、いや、もうめっちゃ金持ちエリアじゃん。苦労してないんだろうな。ボンボン、ボンボンプロゲーマーか。あ、マップ広いな。はいはいはい、なんかよくわかんないけど。あ、ここに行けばいいね。オッケーオッケー。ダッシュできない。B ボタン押しながら。B ボタン怪しいな。え、ちょっとなんか怪しい。あ、B ボタンでダッシュできる。科学の力って、はい。最大4人で一緒に冒険できるだな。あの、通信すればとか言うなよ。でっけえ。いいんすか、勝手に入っちゃって。あれ、いなくなっちゃった。ああ。これはあれですか。水ってことですかね。草ってことですかね。こいつはじゃあ。別に火です。火なんすか、はい、どなたですか。でもまあ、せっかくなんで火、やっぱ火じゃないですか。いや、こんな金、あ、引っ越してきたばっかりだよね。ネモさん、はい。仲良くしよう。はい、いいえ、選択さ、え、ここではい、いいえの選択出てくるの。いや、いいえ。ああ。いや、なんか ただの陰キャと思われただけだった、俺だと。やっと選べるんか、これで。一番筋肉ありそうだから。あ、ちょっと、ほげげって覚えて、頭悪そうだな。まあ、いいか。ニックネームか。肉にしときますか。お前は肉だ。すごいな。片手でいける？え、このポケモンの世界は、なんでポケモンを戦わせてるんですか、これは。ああ、カブトムシ戦わせるみたいな。ああ、え、じゃあ人間のエゴで戦わせてるってことですよね。まあそうですね。じゃあこの子たちは別に戦いたくもないのに、なんかあの丸いボールの中に詰められながら戦ってるってことですよね。まあ、そうなる。思います。ああ、結構残酷っすね、このゲーム。ポケモンはあの、はい、外で飼ってちゃダメなんですか。あのさっき家みたいな、なんかボールの中に入れなきゃいけないんですか。なんか例えばピカチュウはあのモンスターボールの中には入りたくないです。はいはいはい。なのでずっと外にいるんですよ。そこはまあ自由なんですよ。入りたい人もいるんですね。人じゃねえか。入りたいもん。入りたくないみたいなのあるんじゃないですか。何これ。あ、もしかしていきなり？バトル。いきなりバトルですか？戦うのはこっちやろ。ああ、さっきいたやつやん。いけ、肉。ライバルは毎回自分の選んだポケモンとは不利なタイプのポケモンを。ああ、不利に選んでくるんですね。はい、ポケモン戦う体野菜にらめつける火の粉。にらめつけるってなんですか？これは防御力。ああ、威嚇ね。
すごい全部あのひらがなだ。戦う、にらめつけておきましょう一回。いや食らうじゃん食らうじゃん、キラーンって。あ、防御力が下がった。はいはい、これは何回でも使えるのかな、カウントが。あ、なるほど、カウントあるんですね。いや、あんま減らないな。例えば戦うをしていただいて、はい、ここに35分の34。なるほど、物理攻撃にも弱くなって。おー、あー、なるほど、めっちゃ減った、はい、防御力しか下げてこない。はい、賞金として300円手に入れた。え、金もらえるんですか、はい、円もらえます。え、じゃあマネーマッチってことですかこれ、はい、10歳にして、はい、日本だと多分ダメですよ法律で日本のゲーマーですがそれできないんですからね。長いな、やっぱ校長話長いな。もういいよ、分かったから。あ、余り物ですねこいつがね。ああ、え、これもうサトシとかいないんですかこれも。まあ、いないです。いないんですか。アニメとゲームは全く、あ、世界観が違うんですね。もう世界観、ただアニメは毎回毎回シリーズが変わるごとに、はいはい、あのアニメの方は変わってくるんですよ、いろいろ。ゲームに沿ったポケモンも出てくる。ああ、なるほどなるほど。え、じゃあ、え、今アニメってやってるんですかポケモン。今アニメやってます。あ、やってる。ちょうどこの間のサトシがチャンピオンを倒して、はい、え、サトシはあの、え、サトシ成長しないんですか。ずっと一応10歳です。ずっと10歳。ずっと10歳。え、じゃあ、え、ポケモンマスターには慣れたんですかサトシは。慣れてないです。あ、慣れてないですか。え、慣れないのポケ。え、ポケモン大体いつもあのそのチャンピオンまで行くんですけど、大体チャンピオンに倒されて。え、じゃああんなにポケッなんかポケモンマスターになるみたいな、はい、俺はなるみたいな風にずっと言ってたのに一生慣れてないんですか。慣れてないです。悲しいですね。あのシリーズが続く限り一生慣れないってことですか、サトシは。あ、モンスターボール、これは もちろん知ってますよ。ここに閉じ込めるんですよねずっと。ちゃんと部屋とかあるんですかね中に。そこで分かんない、何もないこの空間に閉じ込めるっていう。でモンスターボールってあの真ん中のボタンがあるんですけど、ちょっと待ってください。なんかいきなりなんか突然現れた野生のポケモンに対して戦ってみてって言われたんですけどえ、こんななんか野生の動物に急に攻撃仕掛けていいんですかこの世界。あ、もうそれが普通なんですけど。なんかえ、なんかすごい残酷な世界だな動物愛護団体とかいないんですかこの世界に。ポケモン大好きクラブっていうのがあります。え、これはいいんですかこの野生のこのグルトンに対して今から。あ、もうそれはもうですか、いきなりもう火の粉とか打っちゃっていいんですか、はい、もうあと半分で死んじゃいますよこいつ。うわよし1キル倒すと経験値が入るんですよポケモンに。ああ、じゃあ野生のポケモンを殺せば強くなれるっていう。まあそうですね、野生のポケモンもそうですし、 あとは道中にやっぱりこうトレーナーがこういる、はい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 、でそのトレーナーと勝負をして経験値を得るってことですね。というかポケモンをなんか射出できるんですね。射出、ほらいけすごい何回も投げられる、そしてすぐしまえる。これは多分最近のシリーズで、あ、昔はもうずっとじゃあしまったままというか。それ多分アイテム、あ、傷薬で、ね、今作はいつもあの昔のは草むらこう歩いてたら急に変わるんですけど、はいはいはい、今作は多分そのいろんなところに普通にいるポケモンに触れて、じゃあもうここに、ああもう こういうどん、ね、これは、あ、これもポケモン、ポケモンですか。あ、ぶつかっちゃった、やんのかこれって感じですかね。あー、かわいいけどすまんがいただく。タマンチュラってなんか、あ、なるほどね、なんか下ネタかと思いましたけど最近のポケモン結構名前がへんてこなやつ前より多くなりました。あー、もうあれじゃないですか、シリーズが長いからもう、もう出し尽くしたんじゃないですか、うん、2キル目だ、ね、とりあえず学校に多分ね、こんなことしてる場合じゃないですよね、登校しないといけないですよね。順調かねえ、順調かねえって言うかな女の子が。おお、なんすか謎の声。ん、学校に行くんじゃないですか、うちら登校しないといけない、謎の出所を探そう。なんだ、危ないぞそんな崖まで行っちゃって。これはなんすか、いじめられて出るのかな。え、これあのパッケージのこれじゃないですかこれ。え、これがない、いわゆるあの伝説級ってことですか。そうですね、伝説級が、パッケージにいるのは伝説級なんですけど、
いきなり子犬に引き、ええー、死んだやろ、ええー、いや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 、どういうこと、今一回地面ついてよ、確実に足一回ついてからなんかスマホでスマホに助けられた風出してるけど、いやあそこから落ちたんだぞお前、これあれですかね、主人公がもう後々あの人間じゃなかったみたいな、そういうお前はポケモンだったんだみたいな、多分そういう展開のやつじゃないのこれ。まあ、これもしかしていきなりゲットできるんですかね。元気になるもの、元気になるもの、スマホを渡されてもな。サンドイッチ、サンドイッチ食べんのかなポケモンって。あ、サンドイッチ食べるんだね見つめ合うし長いな。ああ、でもまさにじゃん、さっき話してた洞窟じゃんあれ、え、ロボットなんですかこれ、なんなんすね、ロボ足がブースト、え、ロボットじゃん、未来ドムホバードムやん、ドムめっちゃ遅いけどシュールだなスーって入ってったけどいや、シュールすぎるでしょ何今の。やっぱ、え、もしかしてこう、やっぱ人間、多分ポケモンこんだけいれば、やっぱ改造、人間がちょっと手を加えちゃったみたいな、そんなやつじゃないですか、もしかして。人間に改造されたポケモンとか、多分そういう、あ、いけいけ、俺のポケモン、こいつをやれば、こいつを手に入れれば、俺だってポケモンマスターになれるんだ。今見られちゃう。あれ、いない。大丈夫です。全然大丈夫だった。上前も、あ、今のポケモン見、え、見られてない、バレてないのこれ。めちゃくちゃここにいるけど。あ、まあ気づいてる。めちゃくちゃ気づいてる。最初に触れろよ、じゃあ。あ、危ない危ない。あ、さっき、いた。先生。ブガーって鳴くんや。レベル 40?こっちレベル6やだよ。レベル6のただの肉だぞ。え、これは。何をするんですか、それ。どうする、戦う。あ、ちょっと、もう選択する前に。あれ死んだ、もしかして。え、死んだ、ワイのポケモン。死んだみたいですね、もう。戦う間もなく。あ、どうしようかなって。助けてやろうかなってなってますね。おー。ひるまないですね。ああ、仲間呼んじゃったのか。名前何なんだって、バイオ、んバイオレットなのかな、ミライドン。いや、ミライドンか。まあ、じゃあまあ、よくわかんないけど。どっちでもいいや。え、じゃあ、こいつがラスボスではないんですかね、はい、ラスボスではないですね。あ、ラスボスじゃないんですね。ポケモンあんまりこうラスボスとかっていう感じではなくて、毎回その、ジムがあるんですよ。はいはい、ジム、はい、ジム、はい、ゴールドジムじゃないですよ、はい、ゴールドジムじゃないですそっちのジムじゃないです、はい、あ、え、死んだこんな伝説級がこんな簡単にくたばって、もう今じゃないですか、ゲットするの今。捕まえられないんですか、こいつは。こいつは一応ですね、なんかゲームとかを見てると仲間になってこいつに乗って、ネタバレじゃないですか普通に、はい、めちゃくちゃネタバレじゃないですか。これはもうあの CM とかにも出てる。あ、まあ CM に出てる、はい、まあ、これじゃあ仲間になるんですね、まあ、いつしか乗れるようになると思います。東大に学校行かなくていいんですかね。なんかハーハーしてるこの人興奮してんのかな。あ、このポケモンに興奮してるんですね。ポケモン博士が一番ですか、上は何でもしてるってことですか。まあ生態系をいろいろ研究している博士ではありますけど、ポケモンリーグのチャンピオンは誰なんですか。本作は分かんないです。あ、作品によって違うんですね、はい、まあ世界一ってことですよね、まあ、大体ポケモンは大体そのチャンピオンを倒して殿堂入り、プロゲーマーの世界みたいです。あ、これあれじゃ、家にいたやつじゃんそうです、家にいたやつ。え、パクってきたとかそういう。まあ、こっちの方がレベル高いですからね。こう、にらめつけるとかは先にやった方がいいとか、そういうことではない。基本的にストーリーの段階では、とりあえず攻撃しておけば最初は勝てます。とりあえず、はい、とりあえず殴ればいいですね。とかだと、
最初当たってくる、うん、あ、当たらないこともあるとですね。さっきのあれは何ですか、肉タイプですかね。どれあの敵、あの汚いリスみたいな肉、ただの肉、肉っすよね。あれはノーマルタイプだと思います。みたいな色でしたけど、あ、将棋300円、300円をまあ奪い取ったというか、奪ったというか、ミライドのモンスターボール、ミライドのボール、え、もうじゃあ、え、ゲットできるじゃないですか、え、もうクリアじゃないですかこれ。この作品あのちゃんとこの子たちが学校行くのは偉いですね。あのサトシが学校すら行ってないですもんね。だってえ、もう手に入れちゃったんですか。手に入れちゃいましたね。勝負しようよ。勝負し、え、こんなガキンチョちょっとやってやりますか。ガキンチョちょっとなんか勝負しようよとか、なんか調子に乗ってるんで。あ、え、なんか増えてますよ。臨床歌で相手を攻撃する。え、こんな肉が歌歌えるんですか。ちょっとよくわかんないけど一回使ってみますかね。効果抜群ですよ、火の。あ、本当に、あ、やっぱよく燃えるんですね、糸は。おー、ワンパン。ワンパンじゃないですか。うわ、220円、こんな子供から。ほら、これがこれがポケモンの世界だ。お前どうだ。あ、アマネゼ。あれ、なんかこれ見たことある。これは、これ知ってるポケモンです。え、名前聞いたことあるんじゃないですか。あ、え、いきなりバトル。あ、コダック、ちょっと分かんないですね。ちょっと分かんないですね。名前は分かんなかったですね。分かんない。あ、めっちゃ聞いてる。あ、これいわゆるあれか、ジャイアンのあの歌みたいなことですか、多分。めちゃくちゃ汚い歌だったもんな、今。ほら、ブルブルブル。あ、死んだ。え、これゲットはできない。ゲットできます。コダックの羽毛をゲットしましたよ。めちゃくちゃ毛むしり取ってるじゃないですか今ので。あ、やばい、もう見つける敵全員なんか半分埋まってるし、見つける敵どんどん喧嘩打っていっちゃう。なんかルリリリルリリリの毛、やっぱ毛むしり取ってる。この主人公すぐ毛むしり取るな。またポケモン元気になっちゃったみたいな。どうっすよ、また調子に乗ってんなお前。とりあえずもう調子に乗ってる子供固定、もう片っ端からもう潰していきましょう。とりあえず行け、肉。向こうも肉やけど、あの体力これ回復させないといけないですよね。そうですね。奥に見えるのがあの例の、はい、例のポケモンセンターですね。おそらくポケモンセンターだと。ちゃった、160円。あ、泣いてんな。泣かせて金も取って、どうだどうだ、どんな気持ちだ。これが大人だ。いやな、ポケモンセンター、ガソリンスタンドみたいな。これガソリンスタンドの跡地じゃないですか。完全に見た目。あー、死んだ。終わりです。はい、終わり終わり終わり、ポケモン終わり終わり、もう学校着く前に終わりでしたもん。これ悪、こいつら悪なんですか。悪の軍団の、まあ、ちょっとあの団体みたいな感じですかね、なんか雰囲気。まあ、星のクズに変える作戦、星のクズ作戦ってことですかこれ。スターダストメモリーってことですかこれ。0083ってことですかこれ。まだ昼間じゃない、学校来たばっかの昼間じゃないのなっちゃって。おいおい、どんだけ出るんだよお前。